鎌倉を作ろうかなと。はい、こんにちは、ひろきです。今年になってですね、冬らしい冬になったなと。こちらですね、はい、うちのテラスがですね、もうこのようなありさまでございます。それでですね、雪かきを本来するんです、雪国の人は。でね、雪かきってね、結構な重労働なんですね。そこで今回、雪をかきがてら鎌倉を作ろうかなと思います。普段雪かきでは、まあ、このようなね、映ってるかな、スコップなんていうのかな、こういうのを使うんです。それに代わりまして、今回使うものこちらです。ゴミ箱です。はい、今回丸いですけど、四角いものがあるとなおいいです。それではやっていきます。くれぐれもですね、防寒対策しっかりしましょう。はい、手袋もこんな感じです。はい、それでも手袋しました。まあ単純作業です。ここにある雪ですね、これをガバッと詰め込みます。はい、ここまで雪詰めましたら、おいしょ、出てこない。はい、このような支柱ができます。これをひたすらやっていきます。いくぜでは、そろそろ組み立てていきましょう。はい、ではですね、支柱を動かしていきましょうか。はい、こんな感じでですね、はい、まあざっくりこんなもんですかね。大人一人は入れるかな。入り口はこちらになります。1段目組みましたら、隙間をまた雪で埋めていきます。はい、隙間埋めましたら2段目積んでいきます。3段目まで組みました。結構本格的でしょ。4段目ですが、ここからね、鎌倉ドーム状にしていきますので、筒を置く際には少し内側に置いていきます。どうですかね、3分の2ぐらい乗る感じで。はい、この調子でいきますよ。はい、高くなってきましたよ。はい、では5段目も同じように、ちょっと入り口からね、また3分の2ぐらいつけますと、だんだんアーチっぽくなるかと思います。いよいよ大詰めですよ。あとはね、筒を横にすれば乗っかるでしょう。はい、乗っかりましたよ。ちなみにですね、はい、雑、あと隙間埋めて完成にします。疲れた。
雪積んだだけじゃんっていうね。それでも結構書いた方なんですよ、こちら。はい、鎌倉正面ですね。ほーら、結構書いたでしょ。鎌倉できました。ちょっとね、細長いんですが、おそらく皆さんもっとね U の字をイメージすると思うんですが、このね入り口のアーチ作るの結構難しいので、今回はね V の字ですね。 V の字型で細長く作りました。それではね、中入ってみましょう。ほら、いやー、よくやりました。結構ね近いね、体育座りはできるぐらいですね。いかがだったでしょうか。雪国大変です。普段やる雪かきも、まあこのようにしてね、遊び感覚で書いていけば、そんなに苦にならないんじゃないでしょうか。はい、本日の動画以上になります。ありがとうございました。あー、腰痛。